ヒューストン自然科学博物館にてデンバーサウルスを襲うワイレックスワイレックスはティラノサウルスの標本。ビブを大きく欠損していることと全身の各所からティラノサウルスで唯一の皮膚印象化石が確認されていることが特徴である。2006年からヒューストン自然科学博物館が所蔵している。アメリカ合衆国モンタナ州の牧場主ドン・ワイリックは ランシ子暗記の河川体積物から侵食されている骨を発見した。モンタナシューベーカーから発掘された化石は、ブラックヒルズ地質学研究所の管轄下に置かれて、標本番号 B6230 を与えられた後、ヒューストン自然科学博物館に所蔵された。新たな標本番号は、HMNS2006.174301 であった。発見者のせにちなみ、 発見されたティラノサウルスの標本には、ワイレックスという愛称が名付けられた。ワイレックスはこれまでに発見されたティラノサウルスの標本の中で最も四死の保存状態が良い。例えば後足においては、大腿骨、肩骨、中足骨が確認できる。ワイレックスに限った話ではないが、大腿骨の長さに対する、肩骨と中足骨の長さの比が大きいこと、すなわち、 象のような動物よりも硬い部が相対的に長く高速走行に向いていたことが示されている。第3、中足骨は第2、中足骨及び第4、中足骨に挟まれて狭くなっており、アークとメタターサル構造を示す。また、前肢の爪はアクロカントサウルスのように大型で鋭い形状を示してはおらず、またティラノサウルスに典型的な2本指を持つ。 ただしワイレックスでは、退化してはいるものの、第三子の痕跡が認められる。第三子は、全子全体を横向きに回転させる主要な筋肉が、付け根に付随していたため痕跡器官として残っていた、ことが示唆されている。全高約3.7メートル。全身の保存も良い一方で大きく、欠損しているが、これは化石化の過程で失われたのではなく生存時の、負傷であり、 地コンも見られる。不傷の理由は、共食いと見られる。皮膚の印象化石また、ワイレックスには、皮膚の印象化石も保存されており、頸部、骨盤、尾部に確認できる。ティラノサウルスの皮膚印象化石は2017年時点で、ワイレックスしか知られていない。ワイレックスの印象化石に羽毛が見られず、またゴルゴサウルスやアルバートサウルスといった他の、 ティラノサウルス科の恐竜の印象化石にも見られないことからティラノサウルスに羽毛は存在しなかったかあるいは生えていても化石が発見されていない背中だけであったと推測されている。ワイレックスの個々の鱗の形状は非常に多様で細長いもの、楕円形、長方形のもの不規則な3から6辺の多角形のものなどがある。このように多様な形状を示す一方で 原生鳥類の鱗のように前後の軸は明瞭である。ビブでは、第6ビシから第8ビシの右横側に1から30平方センチメートルの皮膚が約10枚保存されている。鱗は直径1ミリメートル以下の微細なもので、約50平方ミリメートルの大形状や三角形状に集合している。その集合同士の間には、葉脈のように溝が走っている。 表面はザラザラとした荒い質感で、コブ状の盛り上がりも見られる。ヒューストンの展示はエレックスの実骨標本は、テキサス州ヒューストンに位置するヒューストン自然科学博物館に所蔵されている。2012年6月2日のリニューアル以降、常設展にて、デンバーサウルスを襲っている様子を再現する形で展示されている。日本では2017年夏に、 千葉県千葉市三浜区の幕張メッセで開催されたギガ恐竜展2017地球の絶対王者の謎2019年春に新潟県立自然科学館の企画展恐竜展科学が解き明かす恐竜の姿で展示されたナショナルジオグラフィック協会が制作した番組不死身の怪物ティラノサウルスの秘密では王を失ったワイレックスのバランスの取り方や動作を 3D モデリングで検証する様子が描かれた。番組中では、マンチェスター大学のビルセラーズにより、元々の体重が重いためを3分の二ほど、失ってもバランスを崩して、歩行不能に陥ることはなかったであろうこと。一方で、尾の筋肉が歩行に大きく寄与しているため50センチメートル前側で、筋肉を切断されていれば、歩行不能に陥ったことが述べられている。 ありがとうございます。